おぎりやとおちょめのドバドバあれどうしたすいません、ちょっともう一回テイク杉リアとおちょめのドバドバ大放送。はーい。おちょめさん。はい。ひげ、それはキバジですか。タンコバキバジさんですか、ね、のコスプレですか。悪役紹介じゃねえと。キバジさんかなと思って。ちげえ。みんな木橋さんに似てんなって多分思ってると思うんだけど、それ逆に今誰だそれって思ってる人の方が多いだろう。あ、ケンちゃんシーズンよく出てたね、木橋さん、はい、まあどうでもいい話だけど。ということでね、映画業界の生き字引きね、ボスゲリラに聞くのコーナーですよね、うん、そうなの。まあ聞いてみようかなって思ったね、はい、うん、もう実際ほらボスゲリラ業界長いんだ。長いでしょ。長いですね。長いでしょ、はい。ボスゲリラ個人ね、個人的にサバイバルゲームっていうのに興味を持ったのっていうのはいつぐらいの時からなの。これね、サバゲージはね、やっぱ実際にはね、自分がやっぱ中学生ぐらいなんですよ。ああ、厨房、うん、サバゲの時で、それまではね、やっぱり、ね、エアガンっていうものがほとんどなくて、うん、モデルガンだったんですよね。ああ、そう、モデルガン。モデルガンなんですよ。それがやっぱモデルガンがやっぱ初めだったんで、ただ、うん、モデルガンね、当時ね、すごいやっぱ高かったんだよ、うん、やっぱ小中学生にはモデルガンなかなか買えなくて。買えないよ。ただね、本はね、うん、やっぱいつも買ってね、やっぱ妄想はしてた。あ、なるほどね。うん、で、うん、当時ね、これ持ってきたんだけど。持ってきた？じゃーん、これですよ。あれ、何これ。これね、モデルガンチャレンジャーっていう雑誌があって、これ、まあ、当時 MGC がね、まあ、スポンサーでやってた本なんだけど、これはね、やっぱね、買ってたっていうのが、やっぱね、うん、当時のね、うちらのやっぱヒーローといえば、やっぱ一郎永田さんですよね、はい、やっぱ一郎さん、はい、一郎さん、あと、まあ、谷子場さんも、谷子場さんもそうです、あと、国本圭司さん、はい、国本さん、この3人が出てるんですよ、これに。マジっすか。出てる。マジっすか、すげえ。3人オールスターが出てるわけですよ。すげえな。これすごいんだよ。面白いね。面白いね。何これ。これ多分ね、表紙がなぜかね、これスタローンなんだよ。なんか相関もスタローンなんだよ。まあ完全に、ね、そうですよね。大丈夫かなこれ見て。はい、怒られねえからみたいな。なんでスタローンがね、シブ持ってんだよ。今思うとツッコミは満載なんだけど、まあ、やっぱ一郎さんがやっぱね、うん、やっぱ憧れの世代で、はい、やっぱ銃の仕事関係でやっぱこうお仕事になっててってやっぱ夢だったわけですよ。おお、じゃあもうボスもその頃にそういう風に、うん、あ、そういう仕事ってかっこいいな。いや、思ってた思ってた。やっぱ趣味を仕事にしてるっていう、実現してる人だから一郎さんは。あ、そうか、そういう風な考えね。そうそうそう。いやー、俺厨房の時なんて全然そんなこと考えたこともなかったな。だからやっぱ実際に一郎さんに憧れてる人たちってのはやっぱそういう風に思ってた人たちが多いと思うんだよね。うちらよりかやっぱ上の世代が多いと思うんだけど、うん、うん、で、このもう今でもね、これもまたモデルガンチャレンジャーなんだけど、このね、モデルガンチャレンジャーのこの1983年ですよ、これ1983年、うん、7月号、これ、イチロー特集なんですよ。イチロー特集。すげえ。このね、特集すげえんだから。すげえ、イチローさんの特集じゃん。うわ、すごい。この号が、もう一番俺大好きで、うん、もう何回も読み直してるんですけど、このイチローさんですごく面白いコーナーがあったのが、永田イチローの一日っていうのかな、これね。嘘。これね、イチロー。プライベート？プライベートをね、時間で追ってるんですよ、これ、ね、これ。これすごくて、この憧れるわけですよ、このこれね、見せたいな、みんなにっていう。もう朝起きて9時からこう一郎さんがこう瞑想してるわけですよ。本当だ。瞑想しちゃって、でやっぱこういろんなご飯とか作っちゃって、まあ、家の仕事してのんびりしちゃって、なんか
ね、こう笛とか吹いちゃってるわけだよね、これね。笛って言い方なんだよ、これフルートなの。笛ってフルート吹いてるね、これね。いや、そんな当時にそんな生活してる人日本でいる？やっぱね、世界の一郎ですよ、やっぱ。それやっぱ世界の一郎じゃなきゃできないですよ。できないでしょ。できない。本当に一郎さんってやっぱすごい人なんだよね、うん、俺これ本当に思うもん。この業界にいてやっぱりすごいと、本当一郎さんの名前を知らない人もやっぱいないし、うん、うん、やっぱ実際にね、結構自分も仕事でねお会いしてるんですよ、うん、一郎さんは、うん、やっぱね、まあ魅力がある人だよね。やっぱみんな一郎さん、一郎兄貴っていうの理由はわかるし、うん、一度ね、そのアームズマガジンの企画で、はい、あの一郎さんとねサバゲーを一緒にやるって企画があったんですよね。おお、そうなの？あったの。これね、ほんと貴重で、当時ねコンバットマガジン編集部と共同で、アームズマガジン共同で紙面をやろうっていう、なんか素晴らしい企画があって。ああ、いいね、そういう企画ね。ね、うん、でその時に一緒にあのインドア戦でゲームやったんですね、うん、それはね嬉しかったんだよ。嬉しかった。嬉しいよね。嬉しかった。当時の憧れの人が、憧れの人がこんなねマスクマンとねやってくれるわけですよ。ああ、そういうことですよ。その後見たことあるよ。あるでしょ。ある。ね、ボスゲリラと一郎さんが、ちゃん、そう、トム長谷川さんと一緒に写ってる、写真撮ってるコマのやつ。はい、あれそうだ。あれそう。すごい ね、 ねえ、やっぱね、こう紙面で見た一郎さんに憧れて、あ、ついにこの日が来たなと思ったもんね。いや、夢叶うね。叶ったね。すごいね。またこれ、ね、別の話なんだけど、うん、ちょうどその取材の撮影の時に、うん、やっぱ一郎さんが来るってことで、うん、結構やっぱいろんな関係者の人たちが、うん、やっぱ、うお、マジでってなるわけですよ。ざわつくよね。ざわつくじゃん。で、やっぱね、いろんな人がね、やっぱね見学に来たんだよね。はい、やっぱりその時に、うん、で、もう結構ギャラリーもいたんですよ。おで、もうギャラリーの人たちもわーってなるんですけど、うんうん、まあ、ある一人の、まあ、おじさんか誰かが、ええ、あれ一郎じゃねえじゃんって言ったんですよ。え、何？したらね、野球の一郎とね、あの間違いになってあれ、あっちの一郎じゃねえのって言った。なるほど、一郎違いだったって。そう、あの、こっちの一郎だと思ったっていう。そう、これね、本当の話です。これ、まあ実際にその時ゲームしてね、うん、やっぱ今でもね、いい思い出だなっていう、うん、やっぱ一郎さん、いい人だったよっていう。いやー、いいなー、羨ましい。でしょ。そんな経験できないからね、うん、国、あの、一郎さんと谷岡パさんと、はい、うん、国本さんは、はい、もう業界中神です。神です。ゴッドです。はい、もう、はい、本当にやっぱ影響受けるわけよ、若い人って。そりゃね、うんうん、やっぱそういうのを見ちゃうと、うん、やっぱ真似できないってこうなるわけですよ。やっぱ神の存在は、やっぱこの業界にやっぱすごい人がいくらでもいるという。もう本当だね、うん、架空のヒーローじゃなくてもうリアルヒーローだからね。でしょ、うんうん、だってこれすごいよ、この話また言うけど、チャレンジャーすごいのが、イチローさんの手相占いとかって、イチローさん手相が出ちゃってかマジでイチローさんの手相まで。これすごいっしょ。すげえな、さすが特集。これ当時俺も砂利だったから、うん、実物だって書いてあるから、うん、一緒に会われて、おっ、イチローさんとこんな違うそれで萌えだよすげえ。古本屋で、ね、見つけたらね、ぜひこれみんなゲットしてください。これ買いでしょ。やべえなぁ。今度どっかないかね、あのボスゲリラ特集本にしてくれるところいや、昔ほらアームズゲリラリアで本を作るって話がね、まあ、当然アームズマガジンが来た時、うん、大丈夫って俺言ったもんねえ、これ、大丈夫なのって言ったら、まあ、当時の編集長が、まあ、いけるでしょうみたいな。で、まあ、あの雑誌が、まあ、本が出て、うん、俺、表紙だからね、あれ。あれね、うん。あれ、表紙で。で、あれね、1万部だったの、部数が。あ、そうなんだ。うん、で、もう結構、すぐ売れたんだよね。うん、で、その後に、当時、まあ、編集部から、うん、もう1万部出しましょうって言われたの。おー、マジで？俺はやめた方がいいって言ったの。もう1万人は多分本当にもうその1万人はボスゲリアってゲリアの不安だから、うんうんうん、それ以上の人はもう俺やめた方がいいよって言ったら、うん、まあ編集部はまあ本出したわけですよ。あ、出しちゃったんだ。その後出して、でその後にまあ編集部から
ったん、もう売れねえっすよって言われた。それはボスのせいじゃねえだろ。それは俺のせいじゃねえだろと思ったけど、本当に、まあ、だけど結局本は結局全部完売はしたみたいですよ。ああよかったですね。でもその本私も持ってますからね。でしょ、持ってる持ってる。当時のゲリラ不安は結構買ったし、はい、今でもね、うちらの不安の人たちっていうのは本当ありがたいなと。ありがたいです。ありがとうございます。本当ありがとうございます。ありがとうございます、ね、はい、まあ、ほとんどはボスの不安ですよ。そんなことねえっすよ。やっぱキバジファンも多いから大丈夫。俺キバジじゃねえ。キバジファン、キバジじゃねえだろ。いや、あのキバジさんみんな知らないから。あのキバジさん検索かけてみてください。ということでね、はい、楽しい話でね、またどうでもいい話しちゃいましたけども、ありがとうございます。また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、はい、いっちゃおー。ありがとうございます。登録お願いします。あー、いいねボタンもお願いね。あとコメントも入れて、コメントも読むから。いいねボタンとチャンネル登録よろしく。コメントも待ってるよ。